放送入りの角度はおっとっとこんな感じかな。よっしゃ。で、放送開始ボタンを押して、おかえりなさい。 OK。 昼飯食ってました。ふうふ、お食事どころ生き生きってところで昼ご飯食べたんですけど、大変よろしかったですね。やたらグレードの高い食事だったと思います。あれで850円っていうのは安いですね。こんなに車を着てるのもなんかそういう評判があるからなのかな。うん、大変良かったです。当たりでしたね。ただまた腹いっぱいになってしまったこの旅行3食腹いっぱい食ってる気がする。今日の朝ごはんだけかな、シストだったのは。バンド、ゆで卵美味しかったですね。私片ゆで系の卵塩で食うっていうスタイルはちょっと苦手意識があったんですけど、美味しかったな今日のゆで卵は。いや、これ単に検索して一番近くにあった食事どころです。たまたま運が良かったんです。あ、そうそう、しじみ汁ついてたんで、この向こうに見えてるヒヌマの、しじみは抑えたことになります。名物抑えた。お、またおさぎだ。うん、というわけで大洗に向かいます。よかった、これだったら明るいうちに行ける。まあ1時間ぐらいで行けますね、十分。1時間もかからないぐらいで。どうやった、道中ありがとうございます。第31くらいにランクインしました。ふう、あら、近所にいるんですね。うん、近所ですか。今ヒヌマ、これから大洗に向かいます。ラスト、ふう、腹いっぱいになった。ハゼ丼もですね、ハゼが 3匹入ってて、あと天丼なんですけど、あと椎茸、ピーマン2つ、野菜かき揚げでっかいやつ1つ、重くなりましただいぶ。そこからなら水戸までそんなに遠くないよね。水戸まであと20キロぐらいだと思います。ふう、こんにちは。食いまくりですね。豪華な昼食でしたね。こんなに贅沢なお値段っていうのは、今なんて写真ではちらっと写ってただけですけど、小さな茶碗蒸しもなんかグレード高かったです。柚子風味で、そら豆がちょっと乗った、枝豆かながちょっと乗った茶碗蒸しなんですけどね、美味しいございました。とろとろの茶碗蒸しでした。食事ですね。北海道、そのネタはもう言われましたが、苫小牧行きのフェリーが出るんですよね、あそこで。夏に北海道ツーリングする人で、オートバイの人は大洗かあと新潟の何港でしたっけ、あの辺りから行かざるを得ないんですよね。それか自走で行くか。バイクは飛行機乗せるとえらい金かかりますからね。あ、当たりでした。よろしかったです。もう一匹ヒグマ写真撮って、こういう適当に入ったとこで当たりの店だとすごく得した気分ですよね。得というか、嬉しくなりますね。しかもあれ大盛り無料だったんですけど、ちょっと危険な感じが、危険を察知したんで、ですよね。危険を察知して普通盛りしときました。最初にまずゆで卵がサービスで出てきた時点で。北海道配信はツーリングしたのは1回だけですね。配信だと2009年の夏に釧路、あれどこスタートだったっけ、大盛り多分そうです丼もでかいんですよ。あと天ぷら、ナスと他に何が入ってたかな、さっき言ったのの他に。クリスマスに射撃するハゼロという意味でハゼ丼なんですね。ハゼ丼、ハゼ3匹も入ってましたよ。あ、そう、さつまいもあった、ありがとうございます。いらっしゃいませ。そうそうそう、さつまいも入ってた。
あ、マリンタワーまであと5キロだ、すぐだな。風どーん、30分で行けますね、5キロだったら。時速10キロでも5キロは30分で着く。うん、お笑い。今60キロぐらいだと思います。そう、干し芋、アニメの中にも散々出てくる干し芋。散々ってあのキャラしか食ってないけど。ただ干し芋の、あれ確かキャラクターグッズで干し芋に絵つけたやつが、あ、鋭利のパッケージに入れた干し芋が450円 ×6 キャラクター分でいくらだ、2700円か。さすがにああいう買い方はできないな、私は。しかもあれ戦車の絵は一応入ってはいるけど、キャラクターメインだしな。いや、ボタクリっていう高さではないと思うんですけど、セットで買わせるっていうのがなんかやりおる、金づる。まあでもあれで、あの復興の、復興に役に立つんだったら。そう、ローカルネット、あ、どうだろう、どのぐらい出てるかな。とても美味しかったです。さすがに戦車の方を表に出すわけにいかないのかな、あいのって。ハゼドン。ちょっと今喉にハゼが少し戻ってきました。私はそのなんていうか、食ったものが全然消化されない状態で。ブランドですね。でもキャラクターよりも戦車の方を表に出したグッズがあってもいいと思うんだけどな。今日のいいハゼですね。いいハゼ、うまいな、うまいな。坂道登ったら出そうになった、なぜか。それぐらい腹いっぱいです。あ、こんにちは。あれ、なんで車の上に乗ってるんですか。あれ、なんででしょうね。しかも私、一応最初の戦闘シーンしか見なかったんで、空母の話、あの途中まで知らなかった。お、変わった名前。うん、昼寝してないですね。ちょっと眠かったかな、あのご飯出てくるの待ってる時。報告、あれ、キャラ揚げ、キャラ揚げじゃない、混ざった唐揚げじゃなくて天ぷらです。天丼です。基本的に量産体制、数、キャラ揚げだいぶ違う。ん、なっちゃん号って今書いてあった、視界に入ってたんだろうけど見てなかった。バス停ですよね。見た目は大艦隊みたいですね。ん、大艦隊、大艦隊っていうのはん、どういう字を書く、大艦隊、普通に艦隊の大きい大艦隊かな。美味しかったです。バス停にあったんですね。見てなかった。早く出て時間稼いでよかった。ゆっくりできる。自転車はクロスバイク乗ってるの？うん、あ、そう、クロスバイクです。クロスバイクにちょっと太めのタイヤ。幅 32C ってことは 32mm ですよね、これ。インチ数に直すと 1.25 インチぐらい、単純計算で。チューブは何使ってるの。チューブはこれ、あのタイヤがシュワルベのマラソンってタイヤなんで、チューブもシュワルベ通販の時に一緒に買いました。喉は、私は食事した後いつもこうなんですよ。お聞き苦しいと思いますけども、なんか痰が絡むっていうか、喉袋を常にしてます。飯食って1時間ぐらい経ったら収まるかな。あ、これウィンドブレーカーの下のフリースはいらなくなったかな。
ハウスタイプでしたか。いや、私そこまで目の敵にしてないですよ、そんなに。まあ、ただあの置き場所に困るだろうなと思うだけで、その前輪だけ外すタイプ使うなとかそんなの全然言わないですから。あ、なっちゃんごってこれか、ジングリバス胸焼け。あの、まだ遺産は混ざってないものが、なんかこの辺り変わった地名というかバス停というか多いですね。梅肉、いや、もう食えません。大洗駅行きで原子力機構前経由と原子力機構前までは行きませんっていうのがありますね。明日仕事です。歯磨きの時口開けてると蒸せるんだよね。蒸せる、蒸せる。歯磨き、なんだろう。なんだこれ、W 専用か。大洗に雪が降るという映画があるよ。大洗に、どういう映画なんですかね。あ、成田だ、成田。ん？あ、GPS のバッテリーが、予定通りだよな、このルート。GPS がバッテリーないぜって言い始めました。切れたらどっかへよ。歯磨きでってのは何だろうな。一体どういう状況？うん、影、ヘルメットの愉快ですか。なんか亡くなったら大変なことになりますね。状況、どういうところが気持ち悪いってことなのかな。おえっとなるみたいなるっていうのは、あの喉の奥に指突っ込んだらおえってなるって、あれの話ですかね。あれみたいな感じ。スモーカー、今スモーカーって頭の中に最初に出てきたのはジャパニーズレスリングか、じゃあレスリングオートモービルだった。なんだスモーカーって思ってしまった。ん？あ、そういう感じでいいんですね。この辺りカラオケハウスが結構あるな。さっき別のところでもカラオケハウス見た。しかも普通の民家みたいなところが。校内感覚が鋭敏なんです。校内、口の中に異物があるとすぐに気持ち悪くなるってことかな。ロボさんのカラオケ配信。カラオケ私歌いません、全然。全く。あ、カバー一応つけてます。割と固めのカバーで、それでもほんの少し柔軟性があって、明日、そうですね。柔軟性があって、なんとかスイカを挟んでもカバーとして機能するやつ。スイカの定期券を間に挟んでます。狭いですね、これ。あ、反射。ああ、なるほど、わかります。そう言われるとわかります。これ一方通行かな、もしかして。いや、でもないな。で、こっから左だ。カバー2000円です。口に入れる、なんかエロい話か。カメラやったことはまだないですね。違う口に入れるのは好きです。口に、偉い話か。時間内に余裕で到着できるかな。時間内に、多分大丈夫ですね。日が暮れるまでに水戸につけると思います。大洗ではそのアニメに出てきた場所を見るっていうぐらいかな。展示、あ、そうか、パンツァーって確か普通に打つと NG になりますよね。クリーニング、え、クリーニング、なぜ。そしてあれ、芋か。ああ、顧問カメラもないですね。やるとなったら精神的に障壁がありそうだけど、まあそうなったらやらざるを得ないですよね。デジカメアクス100。アクス100、デジカメはこれパワーショット S95。 産婦人科ですか。ん？大笑いだから。
イベントタグ、ああパンツァーだからか。宿レイに及ぶわ。いや及ばないですね。レイに及ばないですね。全く持って。うん。風で後ろから？パワーショットのメモリーっていうか SD カードの話だったら8ギガの使ってます。かなり天気いいですよ。うん、あ天気いいですね。全然寒くないなもう。風がなくなったのがありがたい。ロボさんの納豆走行が見れると聞きました。納豆走行？走る方ですか？それともあのアーマーの方ですかね？天候次第1年に1回ですね。1年が3万。うん、飯食いました。ツイッターの方を見ると写真載せてますので。パンターどうなんですかね、出るんじゃないのかな、出ないのかな。だってパンターってドイツの戦車のかなり断ります。食ったのはハゼ丼、ハゼの天丼です。ユニクロでウルトラライトまたユニクロか、あんた同じ人だろ多分。そこまで細かく何度も書く人は同じ人でしょう。ユニクロのウルトラライトっていうと揉めるっぽいな。あ海だ。大洗海岸だ。今どの辺ですか？今大洗の近くまで来ました。うん、来ました。大洗の方まで。あ、サンフラワーだ。ああ、あれか。苫小牧に向かうフェリーってサンフラワーでしたっけ？あの頃ってサンフラワーが就航してるんでしたっけ？でかいな、やっぱり。モンベル。モンベルのはなかなかお高いですよね。そうです。見えますか、サンフラワー。ハゼドン。そう、全身ユニクロ。頭のてっぺんからつま先までユニクラ。泣いてきたって。あ、そう、ご当地グルメはたまたま。でも、ハゼはご当地なのかな。少なくともハゼって、さっきのあの、なんだっけ、日沼では取れないですよね。キスイコらしいし。本当に、それはすごいことなんですよね、きっと。これどうやって渡ったらいいんだ。あ、ちょっとびっくりしました。サンフラワー、サンフラワーですよね。確かサンフラワーってあの航路に固有の船じゃなくて、なんかどこが作ったんでしたっけ、サンフラワーって。サンフラワー作ってあちこちに就航してるんですよね、あちこちの航路に。あ、こんにちは。何かも、私格好悪さに関して言うとかなり耐性があるというかよくわかんないので、その辺は割と、うん、こう曲がります。うん、赤いポール上級者だっけ。たまにあのやたら狭い話をすることありますけどね。あ、温泉に、うん、別府大阪、あそこもサンフラワーですか。ん？サーマン。ん？何何？モンベルの製品。潮の香り漂う温泉か。ん？何海浜公園。おお、すごい海岸。寒けそうですね。これが大洗海岸っていうとこなんですかね。広いなぁ。てか海まで遠いなぁ。え？大観覧車。見えないですね。あ、マリンタワーだ。調教された。お笑い広いな。マリンタワー、あ、タワーどうしようかな。タワー上がるかな。ドバイですね。何が？これはナイスニュー。おお。一応ちょっとあんまり横見てると危ないですね。地面に何が落ちてるか分かんないし。大笑いで大笑い。お風呂、いいとこです、ね、お風呂っていうのは上京されたおっさん、うん、お自転車乗り、また乗りピーか。時事ネタに、時事ネタに踊らされやがって。あ、なんかタワーの上にあのキャラクターの看板があって、いやそれはちょっとそれは臨時休館。息子さんがサイクリングロードいっぱい作るって言って
ソウさんが、ソウさん。大洗にもうすぐ到着ですね。突き当たりの水族館行くと、水族館は大洗の方がいいかな。走るにはいい季節だね。淡水のこじんまりした水族館みたいなのが大好物なんですけど、でかい水族館だとまあさほどでも、ああ潮の香りはまだ分かんないです。私の鼻だと2000キロ、ああかなりですね。あんこう焼きはなんかあのこれまでのあんこう焼きのあんこうの形を変えて、あの普通の回転焼きにキャラクターの焼きにするようになったっていうやつですよね。それも今入らないな。あとだってあれ焼きのやつは戦車も入れてくれたらよかったのにな。もうちょっと戦車遅いよ戦車で。そんなにマニアでもないっていうのはちょっと恥ずかしいな。若湊はどっちの方なんですかね。若湊と。ん？フィルム？ここから水戸までは北側ですか。ああ、北の方に向かうとでも時間に余裕あるかもしれないな。ツーリングバイス通りましたね。中湊は何があるんでしょうか。そこにあるものによってはちょっと検討したいですね。ただあんまり距離が長くなると無理ですけどね。プラス10キロぐらいで行けるんだったら考えるかな。今の時間が、あ、魚市場か。うん、餃子ですか。もう入んないっす。そろそろ14時なので、うん、時間の余裕は少ないかも。少ない、あーかな。エビホタテ、お、こんにちは。一人で、そうですね。大洗サンビーチ、サンビーチにサンフラワーエンジン音。うん、え、黄門様の銅像ってありますか。私は水戸に行ったことあるけど気づかなかった。お昼うまかったです。あれは当たりでしたね。面白い戦車ゲームの名前も一度教えてください。面白い戦車ゲームはプレイステーション1の方はパンツァーフロント、今はパンツァーフロントでいいか。ですね、今探して入手するとしたらパンツァーフロントビスっていうのを買ってください。プレイステーション1のパンツァーフロントの BIS、 まあ2みたいな意味なんですけど。うまかっちゃんフロントラインだいぶ違う。しかもフロントラインアーケードゲームとファミコンで随分違うじゃないですか。年末の発表はいつ頃ですか。年末ギリギリまで稼ごうかと思ってますけどね。あ、これアニメ出てきたやつだ。リゾートアウトレッツ大洗、北口、銅像は誰だろう。うん、あと最近今遊ぶんだとしたら、あの PC 用の無料ゲームのあのワールドオブタンクスっていうのが今流行ってますね。ただあれはパンツァーフロートとはまた全然違うゲームですけどね。お笑いが大洗に聞こえてしまいます。お笑い、お笑い、海外、あ、なんかどうでしょうな、あれみたいになってますね。海外とかいう話になると。ああ、戦車の有用性の話になると荒れるらしいので、ノーコメント。あっちのコミで、ああ、まあそんなに戦車した内容は今日ないと思うんで。うん、パンク、こんにちは。私はパンクかどうか言われるとな。市街地戦、市街戦って言いますかね、今は。市街地戦闘？揉める。そう、戦車の有用性に関して言うとだいぶ揉めるらしいですよ、噂によると。鹿児島の巡礼は神だった。鹿児島の巡礼はあれ良かったですね。だって私も思いっきり思い出があるあのゲームのステージでしたからね。59ってなんだっけ。羊羹、あ、ちょっとこれまだ日陰にならない、この辺りで大丈夫かな。
なんかキャラクター看板ありますよ、まだ。戦争のプラモデル？映画かなんかはあるっていう。あそこになんかキャラクターの看板立ってる、立ってる。ありますね。あれ、でもタワー登るのお金かかりますよね、多分。ドラマ、あ、そうそう、それは私はそっちの方なんか見た覚えがあります。うん、300円、あ、タワーですか。あ、ありません。師団、師団単位は何の話だ。師団はあの師走の師ですよね、師団。タワー巡りやりましたね、昨日。もう嫌ってほど弾関係のリトルジョーン、あー、コンバットの詳しい内容はよく覚えてないんですけど、地下エレベーター係の気分次第。ロボとりあえず、じゃあ、あのアニメの中に出てきた場所の順番に見ようかな。どこだっけ、確かどっか鳥居があるんですよ。あ、330円、微妙だな。お、なんか KV2 みたいなトラックが、トラックでトレーラーのエンジン部分か。鳥はもっと先。あ、もっと先。もっと先ですね。結構先なんですね。ドルボーイはシャレにならない。ネタにできない。お笑い神社か。何神社なんですかね。いや、鳥居があるっていう絵面しか覚えてないです。うん、さっぱりわかりません。わかりません。で、それわかってますか、もしかして。団体だと超頭でっかちな戦車。ワールドオブタンクスって今やってるゲームでも、砲塔がむちゃくちゃでかくて、砲の威力はめちゃくちゃ強いんですけど、動きがのろくて、あ、延長。自動延長してないな。いや。確か延長オンにしてるんですけどね。何体？自動延長聞いてないな。ブラボーはストレスないですか？ブラボーはまあまあかな。やっぱり引っかかりはしますね、多少。30分よし。さっき朝だと思ったのにもう夕方。もう夕方。オッケー。原子力空母、統合兵八郎も当然。何？ちょっとこっち取っていくか。自転車専用用の車道側は自転車用ですかね。音は君を組んだりしてやってるの？音って WOT ですね。いや、ずっと一人でやってます。自転車一通か。自転車一通、いや、特にそういうわけじゃないと思いますよ。自転車道で一通ってのはないですよね。私が知らないだけかもしらんけど、見たことないです。お笑いのあたりは高速道路みたいで車道走りたくない。高速、あ、そうですか。テストで始まったよ。ん、テストで始まった。テスト。うわ、一人だけの軍隊かっこいい。一人だけの、いや、軍隊というか知らない人とチームを組んでやってます。あ、ユミヒたちのあのキャラクターが、フォゾンみたい。誰もわかんないけどフォゾンみたい。ワンマンいや、ワンマンじゃないです。しかも私はワンマンで前に出すぎていつも死にます。気がついたら周り誰も味方がいなくて敵に囲まれて死ぬっていうパターンばっかりです。わらわら、よいしょ。最近電車川崎駅周辺で一通ありますよ。え、自転車道の一通ですか、本当に。同時電車の一通はいつ開校しますか。自転車スクール、私は人に教えられるような自転車乗り方してない。通常中に、ん、ああ、WOT ではママの名前使ってます。ママの名前っていうか、サイバーサイクリストっていう英語で使ってやってます。
はい、イット。イットとは。どこでアトリー？ん？ライブカメラ？っていうのは何でしょうか？ライブカメラのコーナー。パチンコではなくて。そんな全世界に本名を晒せるわけないじゃないですか。ん？ Y？ Y？ 声。そうですね。もしかしたら声かけてくれてるのかもしれないけど、英語チャットで読んでる余裕がない。あれどこだ？レーダー見てるからわかるだろう。レーダー。レーダー。終わり、何？登るっていうのはマリンタワーですかね。マリンタワーどうしようかな。一通り場所を見てから登るかどうか考えようかな。あ、もちろんありがとうございます。これまた逆方向に戻ってくるんですけどね。すごい名前の民宿。酒殿？酒殿？その先曲がると神社です。ありがとうございます。頑張れ。いや、今日全然頑張らなくていいコースです。平地ばっかりだし、負けなくて、負けてもいいコースです。昨日ユニクロ行ってきたら野田総理が街頭演説してた。街頭、すぐ行くと。わかった。地図見てわかりました。ぜひぜひ。ギアは何段ですか？ギアは27段ですね、確か。3×9。ロボさんは選挙に行く人ですか？選挙に一応行きます。ただちゃんと考えてるかって言われるとそうでもないな。あ、これか。でかい。スマホはつけてないです。ガミだけです。ガミとライト。何が違うとかって。大洗磯前神社かな。でかいな。あ、磯崎なんですか、これ。磯前じゃなくて。一通り準備できるんですか？ここ。そうですか。どこからスタートすればいいんだ、このコースは。巡礼コースは確かさっき地図を検索していたんですけど、あの上からだな。あ、女子大生の人いらっしゃいません。女子大生かどうかは知らないけどもいらっしゃいません。坂の上からスタートみたいですね、巡礼コースは。結構ひどい坂ですけど、どうなんですかこれ。よっと。ふぅ、板山。そういうのあるんですか。あ、そう、そういうのあるだろうな。宗教団体。無職のおっさん。お、いらっしゃいませ。無職のおっさん、いらっしゃいませ。最後に3がついてるからそういう呼び方でいいですよね。見るだけだとそんなに大したことない坂に見えるんだけどね。結構な坂ですよ。無職おさん。でこ、山彦、右だよ、神社か。右？神社はこれはどこまで登ったら神社なんだ。こんにちは。こんにちは。カメラだと傾斜がわからない。傾斜わかりづらいですよね。原作じゃないらしくてオリジナルらしいです。何してる。ははさっさと。あれか、イントルーダーの人か。
む。傾斜はハーハーで判断します。そう、ハーハーで判断できると思います。若い時よりおっさんの時の長さの方が長い。何神社ですの？長い磯崎神社。すごい神社だな。なかなかでした。ポタリングを生放送するとは。うん、ポタリング生放送です。すごい時代になったもんだ。ですよね。輝く立派な神社だ。一応なんか見ていくかな。でも止める場所ないな。どこに止めりゃいいんだ。ポタリングって何ですか。ポタリングはぶらつくって意味のポターっていうのがぶらつくっていう動詞のはずです、確か。だからポタリングは自転車でブラブラすること。多分元の意味は自転車に限らないんでしょうけどね。海にある鳥居ですか。上に上がってきちゃいました。自転車どこまで。駐輪場が見当たらない。まあ駐車場のところに置いとくか。ここで新車のお払い配信してた車載主がいましたよ。新車のお払い。大洗海洋博物館っていうのがありますね。この船ってなんか帆がついてますけど、スクリュープラス帆になってる。向こうにもなんかあるな。ヤマトがあるぞ。ここら辺でいいんじゃないのかな。ここら辺ちょっとあの邪魔にならないとこで。やっぱ駐車場の方かな。どっか漁船だろ。漁船ですかね、あれは。もう一応駐車場らしいから、これの隅のところに止めとこう。あの船乗れないです。何分の1だろう、あの模型。コンピラ様みたいに海の神様か。後ろ開けっぱなしでずっと走ってきたな。まあそれもよし。荷物が少ないからなんかこぼれたものはないはず。よくないよくない。よくない。じゃあこれで、ちょっと汗かくから少し脱いどこう。ちょっとお待ちを。ちょっと休憩しよう。休憩。少し汗かきましたね。今気がついたけど、ここ怒りの墓場みたいになってる。読んだ本ですか。本は何か読んだかな。あんまり新しいの買って読んでないな。見えますか。怒りの墓場です。よく見たらこれも怒りだった。目の前のこの木だと思ってたの。貝殻がいっぱいついてますね。ちょっと着替えるので。奉納物？海の神様？奉納物？ああ、どうなんですかね。ちょっと汗かいた。漁師さん、ああ、そうかもしれないですね。怒りの鉄拳。でもこういう怒りっていうのはどのぐらいのサイズの船で使うものなのかな。こういうのってなんか普通のサイズの漁船ではくっついてるの見たことないんですけど、見えないところにあるんですかね。あと向こうにでかいしゃもじがある。こっちに明るさ合わせてと。ソースは怒り。怒り。あ、そうだ、と音量下げていこう。あんた方のコメントが周りに聞こえると恥ずかしいので。あんた方の。よいしょ。フェリーが廃棄されるときに奉納されたのかな。フェリー。フェリーに、海底につけるものだと思いますが。あ、でかい船のやつですか。この手前のやつとか。あんた方って。そう、あんた方、あんた方。マグロ漁船用かな。マグロですか。ちょっとヘルメットかぶったまま。あ、しまった、音量下げるの忘れてた。
あぶねえ。フリースしまい込んだらもう忘れてた。読み上げの音量を、恥ずかしいですよ。8ぐらいかな。アンカーですね。生放送とかで使ってるアンカーっていうのも元たどれば怒りのことですよね。アンカーって URL のアンカー。何とも、ほのぼの無料観光ボランティア。ほのぼのって言い方もなんかあれだな。ブリヂストンありますね。おー、でか。海底に。つけたら、あ、そうなんですか。海底につくもんじゃないんだっけ。犬。ほら、磯崎じゃなくて磯崎か。私にわかる説明は、これだな、私にわかる説明は。家内安全、商売繁盛、福徳円満、良縁成就、開運厄除け、さらには酒造、病難治療。なんかほとんど温泉の効能見てる感じだな。海がなんとかの選手走り合ってないですね。なんか一級さん時代の感じのイラストが。ほらほら、ニコさん、ほらほら、安定。そうですね。あれ大洗のところ書き換えられてる。あれなんで、書き換えられてないか。いや、書き換えられてるよね。やっぱり大洗様って書いてありますよね。大洗っていう部分書き換えられてますよ。大洗のとこだけ印鑑の背景が真っ赤になってたり、かすかに書き換えた覚えが、書き換えた覚えじゃない、書き換えた跡がある。真ん中、そうですね。それ結論だけ言ってますよね。途中全部すっ飛ばして。おお、すごい。なんかやんちゃバイクの音はしてますね。これすごいな。さっき登ってきた、見えますか、海。すげえ。景色いいですね。海が見える。よいしょ。海の中に立ってる鳥っていうのはまた別なのかな。下り階段嫌だな。こんな長い下り階段目の前にするの嫌だけど。神社猫は見てないですね。いいですね。ここ配信だと明暗差が激しいからどう見えてるのかな。太平洋団一匹乗りたくねえ、怖いわ。あんこう祭りの登りがまだあるな。もう終わってるはずですが。積み伝説乗りましたね。神磯、あ、降りないです、降りないです。磯に鳥居がある。あ、すみません。いや、私が写真撮ったから避けられた、避けさせてしまった。で、私がこんな格好してるからってのもあるよな。あの人なんか取材かなんかしてると思われて逃げられました。あとは一応中は入っても大丈夫かな。特に何も書いてないですね。津波被害結構新しいです。さっきのアウトレットのところも1階はかなり被害があったらしいですよ。あと昨日も言いましたけど、この辺り結構橋が落ちたりして本当にひどい被害があったみたいなんですよね。何でした。お、ニコさんだ。あの人たちそれっぽいな。あの人たちはそれっぽいな。赤いスカートの人来た。赤いスカートの人、これウサギか。なんだろう、これウサギは何なんですよね。ウサギの絵馬っていうか、絵ウサギが多いです。ペパン
これ全部で五角形なのか。うん、アニメ風のあのなんだっけ、ラキスタのその神社もそうなってるんですよね。お、かっこいい。あの子供、いかにも子供が描いた絵馬があるんですけど、強くなるって書いてある。願い事、それ願いじゃなくて決意表明ですよね。かっこいいな、強くなる。うん、うん、あるある。と、うん、でもこれってなんか映すと良くないのかな。あるある。おっと、強くなる、かっこいい。あるある。でも戦車の言わないな、なんか恥ずかしいですね。ほらこういうやつ。でもやっぱり戦車書いてあるのはほぼないな。 あるある。よっと、見えますか。あんまり拡大しても良くないのかな、絵が。うお、何あれ、強くして。いや、遺体も一面だけですね。そう、ガルパンの、ガルパンって言い方だったら引っかからないですね、コメント。あの飛行機なんだ。先週のグライダー、ですね、アニメの聖地につい最近になったところです。神社も終了、終了。ちょっと今の飛行機ちょっと分かる人教えてください。この飛行機なんでしょうかね。暗黒ダイス、今に絵を、絵だから、これセスナですか。普通のセスナ、ラジコンにしたらちょっと音でかすぎた。何のアニメ、戦車アニメ、ドントレス、セスナでいいんですかね。ラジコンか、ラジコンっていう説とセスナっていう説が多いな。レッドブル、ゼロ戦か。グローバルホークは、グローバルホークはもっと細くて白いから。グローバルホークってなんかあのエイリアンっぽいですよね。というわけで遺体も見たけど、なんだかな、なんだかな。一応戦車の絵はあったけど、んメーベ、あ、ナウシカのやつですね。プロップサイクルフル、プロップサイクルフル。お、オスプレイじゃないですね。セスナは、あ、でしたっけ、うん、あ、大丈夫です。なんか人に警戒させてしまうの、今日は。なんでこんな警戒されてるんだ、私は。ライトプレーン、あ、さっきの本当にそうなんですか。ライトプレーンっていう種類の、うん、エンジンは、あ、初見さん、いらっしゃいませ。今、大洗というところに来てます。トラブンチン、通報、何か、こんな感じって見えるかな、見えないな。あー、ギリギリ見えないな。光に当たると逆光になるし、なんか GoPro だけ頭の上で光ってるな。頭の上で光ってるのが GoPro。うん、いや、津波来たみたいです。機械あったらしいです。また立ち上がる話か。そう、パソコン片手に、いいですか。そう、オールウェイズ撮影中、買っております。千葉、じゃあどこが自覚してます。ん、何点バイク、4メートル、ん、スーパーソルディア、よいしょ、こっち自転車。まあそうですよね、特にこの無造作にあのバサッと置いてあるところが、よいしょ、
倒しっぱです。ちょっとディレイラー側に倒してたんであんまり良くない倒し方でしたね。フォルトリブじゃないです。今日はパニアバッグ、普通のストリッチ。あ、ちょっと読み上げが小さいな。ちょっと待ちを。で、アニメの中だとなんか山岳地帯からこの市街地の方に抜ける途中っていう通るところでこの道を通ってたんですよね。確か神社からの道だったのか。あのガールズ&パンツァーという名前ですけど、パンツァーって書くと引っかかりますよ、 NG に。フォルトリーブはですね、あの野営というか雨が降った時は大変なんですよ。すごく大変。おやすみなさい。おやすみなさい。ここは聖地なんだ。まあ聖地というか、今あの人気が出てるアニメのに登場した場所ですね。お笑い商工会公認だからすげえアニメ、うん、公認。ああ、そう、商工会と絡んで商売してるみたいです。商売してるって言い方よくなかったな。町おこしをしてるらしいですよ。商売。しかしこれ午前中に来ないと逆光でもうあまり見えないですね。神奈木ってのもアニメでしたよっけ、だったっけ。よく知らない。電車の、あ、そうそう、あれです。で、この鳥居を抜けてでしたよね。時かけ、ん、時をかける少女のアニメ版ってことかな。というかアニメ版って言う時点でもう私は古いのかな。何時間にやってる。当たった。ああ、どうなんだろうな。私はあのアニメは戦車の描写がすごく面白くて、戦車戦の描写が面白くて、戦車戦。そう、店に突っ込んでた。そこも一応見に行きます。アニオタ、自分ではあまりアニオタとは思ってないんですけど、口が回ってないですね。あ、実写版って昔の映画のことですよね。私はそういえば小説は見てないんだよな。筒井康隆が原作っていうのは、原作にはなんかものすごい展開とかあるのかな。うん、そう、原友。太陽に吠えろ、八百井町。ん、あ、そうそう、魚。ん、あ、魚券って書いてあったとこですよね。そこも確かあるはず。ん、なんて今の質問何でしたか。よく分かんなかった。で、確かどうだっけ、うん、点滅してるのはあの LED の光が、あ、リスナー、そうですね、確かに。ん、風邪ひいた時に、あれ海沿いに行ってたっけ、あれだと。どうだっけ、戦車戦がすごいアニメ、あのガールズ&パンツァーっていう最近やってる、まだ途中の、うん、さっき来た道をずっと戻るんだな。さっきのリゾートアウトレットのとこまで戻らなきゃいけない。戦国自衛隊、そうでしたっけ。吉田戦車が89式、よたってたとこですね。この辺りの分離帯の上をあの89式があの よたって乗り越えたりしてたとこじゃないですかね。しかしこれ YouTube に動画上げても意味わからんような、知ってる人じゃないと。ベルリン攻防戦っていう映画ですかね。ロンメル、ヤクトパンター。何の店が、よっと、アニメ積んでるから次の休みで伸びてみるかな、うん、積んでる、プラも積んでるみたいな言い方ですね。あとゲーム積んでるみたいな。結構長いんですね、さっき あのリゾートのとこまで、アウトレットのとこまで。うん、アニメートでしょうね。YouTube だったかリコード、まあ、両方かな、今そういう動画も上がってます。この聖地巡りして実際のアニメの中の映像と合わせてあるやつが確かあったと思う。
かな、焼く匂いがすごい。うわこれ、あの焼き鳥の店みたいにわざと匂い出してないか。よし、頑張ります。あ、これイカ焼きだ、イカ焼きの匂いだ。あれわざとあの匂いを出してんじゃなかろうか、捕まえるために、おびき寄せる、おびき寄せるために。バグがそんな匂いはしないと思う。あ、これが明太パークか。さっきのラッピング列車の右側の方のラッピング列車の、あ、金福の明太子って確かに知ってる、知ってる匂い。大きい、わざと明太パークのあそこの上に明太のモニュメントが、あの上の丸いやつ明太ですよね。カネック、カネック、カニですか。運転免許は持ってます。つい最近更新したばっかりです。そして超ペーパーです。そう、うん、ソーセージ。まだハゼが戻るな、ハゼが頭を出すな。ん？乗る？いや全然、全く操縦し、あの運転してないです。自慢にならないですけど運転してないです。事故っても、あーとこれどうだ、まだ車道青ですね。マリンタワー見えてきた。また戦車の運転はプレイステーションではやったことある。困るな、ゴールド永遠の、まあこの後先、あの実際運転してない人の免許を見直すっていう動きがない限りは、あの身分証明書として機能しますね。延長、あ、ありがとうございます。延長しないと、なんか今日は自動延長動かないみたいなので、うん、ちょっと一応口が入ってからするか。うん、罰金、そうですね、あの、あ、罰金もあるのかな。ほら、すごけ、よし、停止が本当に、うん、手動延長しました。今日は延長が効いてくれない。身分証明書ですよね。パスポート以外もその無条件に使える身分証明書ってないですよね。納得いかん。うん、あ、これ歩車分離式か。まだ車道の方に入れよかったな。リゾートまで行って、こう行って、こう行って。うん。うん、うん。ん？身分証明。え、重機ネット。地球式ショートカットって何でしたっけ。あの分離帯を地球式は乗り越えたりしてたのは多分この辺りか、もう少し手前辺りかな。ん、操作学校、フラノ和牛さんがなんかエンジン音がでかい。トラ、長距離トラックもですわ。健康保険、あ、そう、3台逃げた、あそこです。あれ、あてか車道で行こう。うん、写真付きじゃないと検証は、なんとなく納得できるな、それは。コンボイ、ああいう変態のことをコンボイって言うんでしたっけ。
最近は健康保険証ダメよ、顔写真ないから。顔写真、北海道からのフェリーに乗ってたのでは。だとしたらますますなんか運転免許証の地位が上がってしまって納得いかないですね。マリンタワー、あそこにもなんかあのキャラクターの看板置いてあるな。こっちから見ると白いのが5つあるってことは、あとは内側に向かってあれ立ててあるんですね。まああれ見に行くために370円はないかな。1時間くらいだと思います。で火が略されたんでその後が分からなかったです。重機カード、あれって写真ついてるんですか。持ってない。無駄な、また無駄議論か、無駄論議か。え、パスポートダメなんですか。中元ネットカードは数百円の手数料と写真があれば作れます。タマコレクションあるかもよ。1回再生の人体また昨日の話か。タスポを身分証明書として使うってことか。でかあれサンフラワーですね。でか、何階建ての建物ぐらいあるのかなあれ。よっと、よいしょ。うん。会員証、網膜、まあそれはそうかもしれないけども技術的には。あ、まいわ市場で確かあのそういうグッズが置いてあるところでしたよね。と言っても何も買うもんないな。トスポ。いいよと。ここは大洗っていうところです。茨城県海沿い。デジカメの型番はパワーショット S95 ですけど、なんかデジカメの型番聞くのも妙に回数多い気がするな。自然に多くないか。人間扱い。あ、そう。ああ。写真。ああ。ここで右折かな。ちょっと渡っとくか。本当はなんかそのアニメの映像とか持ってきて照らし合わせながら写真撮ったりするべきなんでしょうけどね。そこまでやる気ないな。このやる気ないなとか言ってそんなに興味ないぜみたいなポーズを取るのも逆にかっこ悪いですね。だいぶ傾いてきました。日暮れまであと2時間あるはずなんですけど結構夕方っぽいですね。で、なんだっけ、中港でしたっけ。中港に行ってからどんぐらいかかるか調べないとな。よし。今はアメリカでクレカ持てない人多いんだよね。あ、クレジットカード。よっと。国は情報を一極集中させない主義なんだよね。集中。でもノリノリである。地震によって壊れたようで。そうですね。ここはチャーチルが曲がった場所だ。あ、チャーチルとか全部の車両が曲がったところですよね。魚屋さんってどの辺。あ、しまった、忘れてた。遅く、結構離れてますかね。よっと。そうそう、曲がったところの写真は撮らないと。大洗から電車乗れば、大洗から、ああ、年末力教えません。教えてたまるかてめえ。何らしいですって。ああ、もうクリスマスの飾り付け始まってますね。セキュリティ、よいよい、ちょっとここがなんかその前津波があった時に1階が、タバコの話は身分証明書からタスポに話が移ったからですね。
っていうかタバコの話って今そんな言ってました？いいよ。こうやって急に曲がろうとするとタイヤが靴に当たる。 700C のホイールでかすぎますよ。26インチで十分ですよ。全く一緒だ、ラスボだから。うん、一緒。であとはどっからどう曲がったらいいんだ。聖地巡礼ですね。クシラだったら完璧に道覚えてるんだけどな。スターリンの空をコッパみじんに吹っ飛ばすって意味ですよね。あの氷なんだ。これは何のゲームの聖地なの？ゲームじゃなくてアニメです。今やってる戦車アニメの戦闘シーンの聖地ですね。エネオスを右に、あ、これでいいんですかね。 700C です。左右にあるんだよね。大貫町の、これですかね。白くらいの、さすがにあそこまでの思い出はないからな。あと思い出を見せたくないという気持ちもまだある。でかい、なんてよし。こちらは自然に上がっちゃってたので、こちらは本当にナチュラルに上がってましたね。テンションが。戦車基地外それほどではないですけど結構好きです。あくまでゲームから入った人間ですけどね。薬局ですか。薬局って何か出てきましたっけ。なんか書いてあるな。金子屋薬局。作中では金子屋。金の金と、兼ねるの金。26。十分採用ですか。お恥ずかしい。これと照らし合わせると。そのうちのぼさんもキャラ萌えとかしたりして、キャラ萌え、いずれそうなのかもしれないですね。そうか、これね、予定ルートを横切った先なのか。74式。私形としては74式が一番かっこいいと思ってます。90式より74式の方が形かっこいい。あとなんか一丸式はすごくなんかゲームっぽいフォルムだなって思うんですよね。頭でっかちで。マリンってメーカーですよね。そう店頭にマリンっていうクロスバイク結構ありました。でもなんで選ばなかったんだったかよく覚えてないな。この間その祭りがあった日なんかはこの辺りそういうアニメ系の人たちがうじゃうじゃ来たんだろうな。納得免許、大得ってあれか、なんだっけ、あの車の免許の種類でしたっけ。前に行こう。4号、これそうですか。この辺りよく覚えてないな。金子屋だ。これがアニメの中だと兼ねるの兼ねで金子屋って出てきたっていうふうに巡礼マップに書いてあります。さっきググって画像検索で、なんだっけ、ガルパンと地図と巡礼で聖地だったかなかなんかで検索したら出てきました。簡単に。次回はイタリア戦車とフランス戦車の戦い。イタリア対フランスなんですか。しかしこういうところアニメの舞台するっていうのもすごいな。で、予定ルート横切った先がさらになんか出てきた場所らしい。町の人としてはこういうとこ好きだな。ヒゲガマ、ヒゲガマと書いてヒゲガマ。
うん、あ、実はそこですかね。後で見てみるか。よかった、逆光じゃなくて、逆光だったら真っ黒になるとこだった、映像が。うん、アニメかも。いや、それどういうつながりでそうなるんですか。なるほど。あ、この先があれか、あの魚犬って書いてある魚中っていう店が魚犬という名前出てきた場所かな。割とメイン道路の真ん中なんだな。前の車のナンバーがいいパパ。いいパパ、確かに。でも赤ちゃんが乗ってるとは書いてないな。まあ、赤ちゃんに限らないか。でよく映りましたね、今。そんな画角広いんだっけ、ウェブカメラ。うん、地形的に平地だからな、よくわかんないっす。こけてみて、またストレートなやつが来た。たらし焼きのやつがあるよ。うん、あ、え、たらし焼きまで。たらし焼き、あ、そうそう、どんどんの張り紙、それもなんか2ちゃんで見た。あ、これか、本当だ、ある。これか。で、ここで写真撮るっていうのはもう明らかにそのために来てるってすぐバレてしまうな。本当だ、書いてある書いてある。電柱に当たってみないです。ちょっと待った、こうしてシートチューブに仕込む電動アシストシステムがあるよ。こうして、これか、ほら、これ確かにドンドンって書いてある。張り紙あった、張り紙あった。これ見えますか。大洗のタコをどうぞ。映ってますよね、映ってますよね。すごいな、これ。女たらしか砲撃戦やったとこだっけ。すごいな。コンパンサーのブログ見てる、うん、あそこにあの、タコ、いいね、わらわら、タコどうぞ、あった、やっぱり見に行きました。あの不思議がられないカメラヘルメットにつけている。これもヘルメット、そうですよね。わらわら、たこ焼きか、たこ焼き、戦車の絵、わら、たこ焼き、戦車もいいですよね。見つかった、わら。ちょっと敷地内にこれも入るのははばかられるんで、中を取らせてもらいます。こんなとこなんだ、中トロ。アンコール見てない。アンコールは見えないですね。あ、タコだ、タコ。タコタコ。市場っぽい魚屋だね。40代の人は初めてです。魚魚。電車はどこか。そう言われると恥ずかしいな。で、こういう別のやつもありますね。なんか大洗トラベラーズ空港券。これも微妙に萌えっぽい。なんか買えば文句言わないよ。文句言わない。ここで刺身は買って帰れないね。刺身とか買えないしな。トイレしていけば。トイレ、いや、それは逆に迷惑じゃないですか。なんかこういうとこでこういう訪問の仕方した以上はなんか買いたいとこなんですけどね。なんか買ってみるか。ちょっとじゃあカメラ置いてなんか見てきますね。よいしょよいしょ。じゃあちょっとお待ちを。なんか買ってくるかも。水族館は今日は戦車のいいですよね。ドンドン、面白いですよ。そうかもしれんが。よいしょ。なんか貢献できるかどうか探してきます、買い物を。買えないもんな。
るといいね。じゃあ俺がチャリを。わらわら。ねえねえ、こねしている皆さん、あの人の噂話してみない？ちい、おスプレーだよ。自炊しないのに買うもんないだろ。タコ試食、タコ試食。あ、GoPro 撮れてない。GoPro 撮れてなかった、ショック。ちょっと今からでもスタートしとこう。大ショック。何時間前から撮れてないんだこれ。タコ、本当にタコ像です。どんだけ取れてなかったかな。そう。うん。というわけで、もうちょっと買い物探してきます。カメラバレた、カメラバレたって、もちろんバレてるけど。よいしょ。どれ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 。盗撮失敗。
しまったらしかしビデオがここに来るまでが撮れてなかった。まだ来られない。すみません、もうちょっとお待ちを。今あの店の人と話してました。買ったのはクジラベーコンです。とりあえず一番調理せずに食べられそうなものっていうあの条件でお願いして一応ちょっとだけ貢献しました。いや買わされたというかあの自分から言ったんですけどね、せっかくなんでなんか買っていきたいんですけどっていう話をして、500円でしたクジラベーコン。あ、一応オートリーブなんか見せますかね。そう、酒飲まないんで。クジラベーコンってどういう風に食べたらいいんですかね。ビール、そう、酒飲めないって話もしたんですよね。これこれ、全然クジラっぽく見えない。脂身なのかな、これ。あれ関係ない、そうかも。そう、罪が身ですよね。ん、シーシュバードさんいらっしゃいませ。クジラベーコン買いましたよ。ちょっとない、そう、あまり、はい、あ、ありがとうございます。これ今その見てる人がコメントをインターネットで打ってきて、聞こえますかこの声、はいはい、あの言ってるのが、あ、そうなんですか、ね、実際どうなってるかっていうと、こういうここに映像が
あ、本当だ。流れて、で、ここで見てる人がコメント書いてるんですよ。なので、こうやって、あ、こんにちはって言ってますね。おまけいただいてしまいました。これ。テポゲソ。あ。これってあの、同じくらいの値段じゃなかったかなと思うんですけど、同じかもっとそれ以上か。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ご主人かどうかちょっとわかんないですけど、よいしょ。ゲソ、鉄砲ゲソというおつまみいただきました。すごいな。倍量もらってしまったような。うん。というわけで、改めて、ビデオに収めるために、さっきのドーンドーンの写真を、あ、写真というか映像を。これこれ。500円と思いますよね。うん、ドーンドーンって GoPro で見えるかな、この解像度で。カメラからの、そうですね。一応名刺渡してきましたんで。というわけで、でも本当どこから撮れてなかったのかな、神社から撮れてなかったんだったらそれなりにショック。まあでも別に比較映像とかの動画作るわけじゃないんで、宣伝。おっとっと。ラスト可愛いですよね、あれ。氷結が湧きねって、あ、で、向こうの方が確か行き止まり、工事中の行き止まりっていう風になってたところですね、アニメの中で。で、すごい違和感あるな、この魚屋さんの、魚屋さんの真ん中の支柱にあの萌えのポスターがあるっていうのは。 GoPro 今のこれで大丈夫なはずです。有名店、アニメの中で出てきてやたら有名になったところですね。かなり人来てるらしいですよ。あとこれ、GoPro 撮れてるはずです。ミートに、そうですね。中身なんかじゃ諦めるかな。ゆっくりするためにも。で、ここ福本楼っていうところなんですけど、あ、突っ込んだ店、もう少し先にあります。地図によれば。これは東福って、あの福の字がひっくり返した福本楼っていうふうにアニメの中で出てきて、それってあの戦車漫画ネタなんですよね。でも私は実はハッピータイガーまだ読んだことがない。原文、あの小林、あれ原文じゃなくて何て読むんだっけ本当は。ロモさんも兄夫だと思われたんだね。兄夫と、まあでも全然否定できないですからね。で、突っ込んだ店、マチルダが突っ込んだ店ですよね。延長は、あ、延長はありがとうございます。戦車のアニメ、萌えと戦車のアニメだけど、戦車の比率があんなに高いなんて面白くて。あ、そうか、中国式、日本式がと中国式とかなんかそういうネタでしたっけ。延長は今やります。ちょっと待ってください。無料延長 OK。 うん、前話、アニメの方だったら見てますね。でも第1話は実は全部見てない。途中からあの学園の中の話になって、あのキャラクターメインの話になってくると、あーっていう感じで見られなくなってしまった。でも本当はそんな抵抗あるわけじゃないんだよな。自分の中でもまだ言い訳したい気持ちがあるに違いない。自衛隊のパンツによって自衛隊のパンツにっていうのは何でしたっけ。で、魚中の先はどうなってたっけ。あ、こっちじゃないや。iPhone4 じゃなくて iPhone5 でさっき検索したんだ。魚中の先が、あ、突っ込むところまっすぐ行ったらあるんだ。多分そのアニメの中だと左から走ってきて、ここから左に、うん、戦車だけがちょっと ゲームの中で好きだったんですけどね。アニメタイトルは、あ、本当だ、あった。ガールズ&パンツァーって言うんですけど、パンツァーって書くと引っかかりますから NG に。これか。ここでマチルダが、そう、このカーブ曲がりきれなくてあの店に突っ込んで、で、その店の主人がアニメの中出てくるんですけど、これで立て直せるとか言ってるやつですね。うん、ここは特になんかそういう、さっき見たさすがにポスター貼ってあった。親父ガッツポーズ。これ店の敷地内になるんじゃないかな、この中に入ったら。とりあえずギリギリまで行って、ポスターの写真撮っとくか。
放送中で見えないのはちょっと悔しいけどな。鬼オタはいないか。ほらそこ、走れっていう映画のポスターの横にそのアニメのポスター貼ってありますね。よっ、まさかの正規純正配信。この格好旅館の佇まいとこのアニメのポスターってすごいな本当に、うん、でこっち突っ込んだんですよね。で今みたいな私のここに突っ込んだって指さしてる人はいくらでもいたと思う。先週から、先々週か、先週か。GoPro？ よっと。見えない。見えないですよね。あ、また指さしてる。指さして絶対そう思われてますよね。しかもそれをなんか否定したり、そんなんじゃないんですっていう言い訳は一切できない。料亭。いや、割烹旅館だからまあ料亭で宿なのかな。メイン、そっちの世界へ。これで一通り終わりかな。うん。そうそう。オンエア中です、です。あとは、なんて書いてあるんだ、これ。言い訳できる余地全くないですよね。あと、さっき走ってきた途中のところから、そう、なんか保険、だんじり祭りみたいなもので保険が降りるっていう設定が書いてありました。正規巡礼、いや私は洗車関係だけですね、やったことあるのは。これで2つ目ですけどね。大洗駅へ行きましょう。大洗駅、こっちの大洗駅もなんかそういう設定画とかあるんでしたよね。1つ目はパンツァーフロントっていうゲームの鹿児島県の釧路っていうところに。ミリオタってほどじゃないと私は思ってますけど、一般人からすれば十分ミリオタです。あれさっきのウォーチューは、空気冷えてきたな。監督、あ、なんかでしたっけ、でしたよね、確か。いや、知らないんだけど、多分そう。ミリ飯はこういうね、賞味期限切れが売ってる。ミリ飯、ミリオタもいろんな種類あるもんね。いろんな種類らしいですね。日本がですよね。てか、基本的にマイナーな戦車が結構出てきてますよね。結構でもないかな。3号4号あたりはすごくメジャーだし、あとこれがなんだっけ、この通りを左に向かうとなんとかって書いてあったな。こっちを海に出るとなんか最後に決着した場所って書いてある。どんなんだっけ。三菱でしょ。そうなんですかね。今はまだ水戸じゃなくて、今はお笑いです。どこがどうなのかわからんな、これじゃ。日本の戦車の、いや結構3式とか4式とかあるんじゃないんでしたっけ。ん、あ、マップさっきググって、完成と。あれマリンタワーです。あれもなんかアニメの中に出てきてますね。戦車、まあ欲しくないか欲しいかと言われると欲しくはあるけど、維持大変そうですね。どこがどこなのかわからない。決着した場所って書いてあるけどわからない。今日はお泊まりですね。いや泊まらないです、泊まらないです。多分この辺りがどこら辺りかがそうなんだろうけど、見た感じ思い出せないな。まあいっか。じゃあこれで終了。戦車より潜水艦が欲しい。潜水艦、潜水艦の値段はとんでもないですよね。チェコ戦車マイナーだね。機関銃は有名だけど。チェコ戦車、あ、そうなんですか。今から大洗駅に向かいますので、どっから入ったらいいかな。マリンタワーの先のところから入っていけば駅に着くかな。いや、もう太い道まで出てしまうか。さっき GoPro 取り損ねたし。
もう一遍リゾートの前、アウトレットの前通ってから行こう。ちょっとアトム行ってきます。アトム、アトム、いってらっしゃいませ。国産そうですね。でも全然アップデートされなかったらしくて、まっすぐ。うん、横須賀、あああの辺り潜水艦って本当止まってましたっけ。あ、横須賀か、止まってますね。そうそう、あと私は呉の方にいたら潜水艦桟橋っていうところがあって、嫌ってほど潜水艦がいました。あとなんだっけ、喫茶サブマリンだったか、レストランサブマリンっていう、そのままのひねりなさすぎっていう店がありましたよ。え、国産が、あ、一丸式の話ですかね。一丸式は原用戦車の話ですね。主力戦車、メインバトルタンク、MBT。フランス、フランス戦車。フランスの戦車ってよく知らないんですよね。ワールドオブタンクスにもその AMX とかな片目がつくフランス戦車がいっぱい出てくるんですけど、フランスはあれルノー、ルノーとかフランスでしたっけ？クジラ。ん？潜水艦。あ、潜水艦の見た目がってことかな。あ、逆光だ、うん、え、73式って何ですかね。74式は知ってますけど、ルクレールも実は知らないよく。ん、あ、今何ですかって。そう、フランス戦車のことほとんど知らない。ちょっとばっかり。でもこのアニメの話で言うと、どうだろうな、アニメから逆に戦車に入る人っていうのも結構出るんですよ。あ、ちょっとこれ、あ、これアウトレット待ちか。しまった、こっち入るんじゃなかった。一丸使う、どうなんですかね、あれ。どう、へ、あの、なんていうかな、変導入、なんて編成っていうのかな。ルクレール、あ、なんか出てきてましたね。フランス戦車の名前なんだけど私はよく知らない。すみません。うん、あ、一丸式。まあでも、あ、そうか、配備っていうんだ、あいの配備。配備の文字が出てこなかった。配備は始まってるんですかね。まだつい最近ですよね、あれ。お披露目あったのって。混んでるな。混んでる、車ですね。カンカラ。うん、あ、すいません。うん、そう、人丸好き。あの、言わないと覚えられないから。ん、何が好き。フランスの戦車ってなんか丸いイメージがあるな。ん、始まりました。何が、すいません、何の話ですか。あ、そういえばそろそろボーナスですね。ボーナス、そうですね、マルシェ。あ、え、マルシェってどれだっけ。戦車は知ってるが戦車は知らない。戦車、次は戦車版 F22 を目指してるんだ。 F22、 うん、一丸式ですか。戦車ショップ、あ、アニメ出てきたやつですか。いや、知らないです。あれもモデルあるんでしたっけ。柔らか戦車、柔らか戦車にも90式は先輩として出てきましたね。別に柔らか戦車、あれ戦車が好きだから見たわけじゃないけど。ん、戦車ネタもう少し、お笑い駅に寄った時にも戦車ネタ続くんじゃないかな。戦車、いや、そこまでコアなファンでは、戦車マニアでは私はないと思ってますよ。一般人の基準からするとマニアだけど。ん、滝川セールっていうのは何ですかね。ん、あちらのコミ、いや、パンツァーフロントのコミの話ですると、こういう萌えと絡めたっていうのは毛嫌いする人結構多いですね。パンツァーフロントの日アノスレだと毛嫌いされてた。まあそういう気持ちもわからんじゃない。
結構その見るわ。地球式あるのを意識して、あの塹壕越えの尻尾がついてますよね。どっちも群馬の滝沢知らないって、群馬の自転車通販滝沢、自転車のなんかショップの通販セールの話があって、通販でそれを使ったかってことですか。知らんわ、すみません。フランス戦車って丸っこいですよね。いかに弾を弾くかっていうところに専念して、本当に全部が丸い戦車っていうのもありましたよね。あれなんて型目だったかな、型式だったか。そういうのが戦車ゲームのワールドオブタンクスに出てくるんで。今日だけ、滝沢舞台訪問、途中たまたまやっただけですよ。たまたま滝沢、なるほど。ククスプって何を言うんだろう。3時54分、4時17分、お笑いからじゃなくて水戸からの方が本数も多いし、輪行しやすいかなと思ってそこまで走るつもりです。もう残り11キロだか2キロだかぐらいなんで、これ線路だから駅こっちだよな。そう、たまたまですよ、たまたま。でも本当に今回のツーリングは聖地巡礼するっていうところからスタートしたんじゃなくて、前筑波のあと霞ヶ浦を走り残してたよなってところから本当に始まったんですよ。でルート考えてて、イタコまで線引いて、で北上するルート考えたらその先に大洗があったっていう。正面、それ知らないな。あと水戸まで行ったらですね、タイムか。これはこの辺り全部線路は高架だったんですけど、駅はこれ少し高台にあるから、そう、戦車がショボロナット、そう、あくまでついででございます。これが駅か。板橋あるかな。旅館指さしちゃったから腹くくりましょう。旅館って二等兵っぽいよね。先にあったら仕方ないよね。あったら仕方ないですよね。板橋は見えなかったですね。あるけど痛くはない。戦車、抵抗感ある人多いと思いますね。テントみたいな。テント、一応ほらアニメっぽい絵が書いてありますよ。これ水族館のラッピングバスか。なんで2回行ったんだ今。水族館ラッピングバス、あっちのイルカリアルですね。テカリ具合も妙にリアルだ。よいしょ。大洗駅到着。大洗駅、じゃあちょっと校内ちらっと見ていきましょうか。ポタファイ持ってマンボウ、マンボウか、紫か。アンコウがですね、産地アンコウの指定席、施設。あれ、ポタファイどこ行った。バスの窓、本当だ。なんか動物園の園内走るバスみたいですね。何もよっとっとっと。あら、予定立ててそうですかね。でも今日はたまたま早く出たから、いや、たまたまとは違うな。早く出たんでなんとか余裕があってゆっくり見れてます。じゃあ読み上げの音量小さくして。臨港でお帰りですか。臨港で水戸駅から帰るつもりです。でも祭りで自衛隊が人員募集で店開いてたよ。人員募集、隊員募集ってことですかね。石の会、石の会、何の話。ヘルメットかぶったまま入るとあれかな。見上げ中ってどっちに左、
ヘルメットかぶったまま構内うろついてます。あれあれセイコマじゃないか、あの模様は。あ、シモクザメ。すいません、そのまま帰りますので。うん、白鵬の上じゃないです。アニメの中のネタいきなり出すなよ。これはあのセイコマの、セイコマの模様ですよね、これ。で、本日は終了しましたが、あ、飾られてる、あのあれですね、声優がトークショーとかに来た時の写真が飾られてますね。あ、ポスターもある。もう終わっちゃってますけど、本日は終了しました。クローズは毎週日曜日。今日やってないよ。間違い。ジオラマと、あと奥の方にラッピングバスの写真とかありますね。見たかったのに。よっと、まあこういうのが駅で飾られてるっていうだけでいいかな。うん、いやまあ別になんかその他では見られないような設定情報とかあるわけではないと思うんで。よし、ジェフクローズ、確かにそうですね。観光の案内じゃないのか、あれって。昨日、そうですね、観光用だと思いますけどね。確かにそうですよね。見るべきものは大体見たかな。うん、一応クローズ、お役所仕事かよ。さて。